兄たきやしゃ姫よくぞ受けたまわれ。我こそは親の中将三つ国なり。滝夜叉姫という演目になります。朝廷に背いた平将門という武将がおりまして、成敗されます。でその娘であるさつき姫が滝夜叉姫と名も変えて朝廷に謀反を起こそうとします。その企てを知った朝廷から大家の中将光圀という武将を派遣され成敗されるという物語となります。全国屈指の神楽の町、安芸高田市高宮町でその伝統文化を守り続ける波佐竹神楽だ。こうして集まり活動できるようになったのはここ最近になってからのことです。だいたい年平均30公演ぐらいしとるんですけど、まあ、10公演も満たないぐらいの状況になっております。どうしても人が集まるところになりますので、練習はまあやっぱり半分以上できてないですね。波佐竹神楽団には20代から80代まで22人が所属。コロナ禍で思うように活動できない日々が続く中、若手団員たちには迷いがありました。まあ、若い者は湧いたいばっかりの中で、なかなかモチベーションを保つのが難しいという状況でございます。回してやりたいなという思いがあるんですけど、まあ、このご時世なんでかわいそうな思いをしとると思います。舞を披露する機会が激減したこの2年、悔しい思いに駆られる日々を送る中、この日地元の集会所に若手団員の姿がありました。お疲れです。同世代の人たちと楽しそうに談笑する波佐竹神楽団の下岡さん、そしてその様子を撮影するカメラマン、一体ここで何が行われているのでしょうか。今日はネクスト広島神楽プロジェクトの YouTube の撮影をしております。下岡さんが発信するネクスト広島神楽プロジェクトとは、神楽をですね、披露できないからこそ何かできることがあるかなと、若い団員たちと一緒に映像なり SNS を使って神楽団員たちがどういうことを思って神楽に取り組んで受け継いでいくかっていう裏側とかもですね、伝えて広島の神楽の魅力っていうものをお届けしたいなと。広島神楽は演劇性があるのも特徴の一つ。古い言葉も使いますが、セリフも分かりやすく、衣装や早変わりなど見せ場もたくさん。神楽のファンはもとより、神楽をよく知らない人にもその魅力を伝えたいと、アニメーションや団員の舞台裏トークなどを YouTube で発信。今年2月からスタートしたこのプロジェクトでは、団の垣根を越え、安芸高田市にある神楽団の若手が集結し共に活動しています。もうコロナになる前はですね、本当神楽ができなくなると思ったことがなくて、これ言っていいかどうかわからないんですけど、正直ずっとやってる時はやっぱり仕事が終わって練習もですし本番に行くっていうのも結構大変だったりするんですけど、あれ神楽休んでもいいのみたいな、ちょっとゆっくりできるかなっていうのも正直ちょっとあったんですけど、1ヶ月2ヶ月経った時にはもう神楽がやりたくてやりたくて、もう約30年ぐらい神楽をしてる中で、やっぱり神楽が好きなんでしょうね、神楽を地元の伝統の神楽が存続の危機に直面する中、その灯火を消さないためにと下岡さんが中心となって立ち上げた今回のプロジェクト。活動する団員には強い思いがあります。まあ、神楽好きで子供からやってたんですけど、まあ、神楽友達っていうか、ああいうのがすごくまあ少ない中で、まあ、こういうプロジェクト通して、まあ、誘ってもらって、でこう横のつながりができて、まあ、ただ単純にそれが、まあ、自分の中で嬉しかったり、まあ、普段はライバルですけど見てほしいというか知ってほしいですよね、うん、ただただ僕らはもうお客さんが一人でも多いければのぼせてまうんで知ってもらってね、足を運んでみようって言って思ってもらえればね、もうこれほど嬉しいことはないかなと思いますけどね、うん、広島神楽の未来を担う若手がその魅力を伝えようと始めた今回のプロジェクトでは、
インターネットを使った発信以外にもう一つ大きな取り組みがありました。この日、ハサタケ神楽団の稽古場を覗いてみると、そこには真剣な表情で台本を読む団員の姿がありました。隣がとても尊敬してたというか、今日は新しくできた厳島合戦という演目を皆さんに見ていただいて、今後取り組んでいきたいねっていう話をしてます。プロジェクトを機に制作した新しい演目、厳島合戦。地元ゆかりの戦国武将毛利元就を題材に作られたこの台本は、安芸高田市で活動する22の神楽団体が共有し、それぞれ練習を始めています。安芸高田市を代表する毛利元就の新作を作ることで、練習する意欲の向上を図れないかなということで演目を作りました。困難な日々を乗り越えてきたからこそ、改めて気づいた広島神楽への強い思い。こうした若手の取り組みにベテランの団員も大きな刺激を受けています。ちょうど神楽もちょっと下火になったところもありますので、その若い考え方やらいろいろ取り入れて、神楽がどん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 発展していただくのが私らの願いなんで、そうですね、やっぱり頼もしいというふうに思いますよね。今後プロジェクトとしては、映像コンテンツや SNS を使っていくのも引き続きですね、より多くの人に神楽の本質っていうものを伝えていきたいなと思ってますし、広島には300近く神楽団がありますので、地域を超えた神楽団同士の交流っていうのも目指して今後も活動していきたいと思ってます。